第34位。サムライジャイアンツですね。ズンタタタ、ズンタタね。これはね、やっぱりアニメ版のあのバンババンのキャラクターの勝利っていう気がします。原作はね、ちょっと違うんですよね。ちょっとつうかかなり違う世界で、まあ、基本的な設定は同じなんだよね。まあ、野球漫画なんですけど、ジャイアンツっていうのは。要するに、まあ、実名巨人軍漫画って言われてるやつなんだけど、読売ジャイアンツを舞台とした漫画なわけね。で、巨人の星と同じく、やっぱり読売テレビが作ってるんだよね、確かね。日本テレビ系列で放送されてるわけ。ジャイアンツが舞台ですからね。で、これは梶原一騎さん原作で、巨人の星と同じく梶原一騎さんが原作なの。ただし、その世界観は全然違って、あのヒューマみたくね、悩まないんだよね。バンババンは。すごい単純なキャラクターなの。ただし、ジャイアンツをすごい憎んでるんだよね。それはなんでかっつうと、自分のお父さん、これ四国の土佐の人間なんだよね、バンババンっていうのは。で、土佐で捕鯨をしてたみたいで、バンバの親父さんはね、今だったらさ、まあ多分オーストラリアとかにさ攻め込まれてるっていうかね、オーストラリアとニュージーランドの人からさ、やめてくださいみたいに言われてるかもしれないけど、あのね、クジラは知能があって賢い動物なんですって言われてるかもしれないけど、まあそういう捕鯨をやってたんだっけな、バンバの親父さんは。それでクジラに殺されたかなんかなんだよね。それ捕鯨やってて死んだんだよね、確かね。それでバンバはでっかいやつが嫌いなのよ。それで野球でも、そのでっかいことを傘に着て威張ってるジャイアンツが嫌いなのよ。それ私と同じなんだけどね、そこね。私も、やっぱでっかくて威張ってるやつ嫌いなわけ。もう、だから、子供の頃、これ三つ子の魂100までっつうけどさ、ほんとそうで、子供の頃から、ね、等身大の人間がでっかい怪獣をやっつけるっていうところに、そう、面白さを見出してたってよく言ってますけど、私ね。で、まあ大きいやつが大きいやつやっつけるとかさ、大きいやつがちっちゃいやつやっつけるのは全然燃えないわけよ、私はね。多人数でゴレンジャーみたく多人数で一人を相手にしたり、それからロボット使って相手にしたりとかいうのはもう私の価値観にはないわけね。そういう人間で、だからバンババンと似てるんだよね。で、実際私読売嫌いだしね、読売ジャイアンツ嫌いだしさ、まあ今はそこまででもないけど、野球が好きだった頃っていうのはさ、もう完全なるアンチジャイアンツだったわけですよ。もうだって毎日毎日さ、野球放送、もう読売の放送しかしないのよ。もういいだろうってさ思うわけですよ。で、他のチームは全然お客が入んなくて、パ・リーグなんか閑散たるものでさ、もう絶対おかしいだろうって思ってたわけ。まあ、その話は野球の話はどうでもいいんだけど、まあそんな感じでさ、バンババンもアンチジャイアンツなわけですよ。つうか憎んでるわけね。自分の親父を殺したクジラにその読売ジャイアンツを投影してるの。なんで太陽ホエールズじゃないんだっていうね。あの当時太陽ホエールズあるわけだから、だったら太陽をもっと嫌ってもいいんじゃないかなって思うんだけど、そこはよくわかんない。バンバの気持ちはよくわかんないね、やっぱ太陽ホエールズは球団の規模とかそういうのが読売ほど大きくないから、まあ、弱い存在なんだろうね。だから名前はクジラだけどまあそんなに憎くないのかもしれない、ね、そうだ。原作でもこのアニメでも太陽ホエールズにバンバが敵返しを燃やすって描写は一切出てこなかったんだけど、なぜかね。それはまあいいとして、その自分の親父を殺したクジラを投影してでっかいジャイアンツが嫌いなわけよ。だから当時川上監督なんだけど、川上監督はもうね、なんだろう、紳士たる読売ジャイアンツというチームに侍がいなくなったと、ね、ジャイアンツができた頃は千葉茂、猛牛千葉茂とかさ、ね、青田昇とかさ、そういう侍がいっぱいいたっていうわけさ、ね、で
もうこのジャイアンツというチームに侍がいなくなってしまった。侍はどっかにいないかっていうふうに言うわけよ、川上監督は。漫画の中でですよ。実際の川上監督はそんな侍みたいなやつが来たら多分鬱陶しくてトレード出しちゃうと思うんだけど、それか買い殺しにしちゃうと思うんだけど、まあ漫画の中でね、侍はいないかっていうわけ。そしたらばさ、八幡太郎平というね架空の選手がいてですね、それならば自分の地元土佐にうってつけの後輩がおります、まさに侍という後輩がおりますみたいなことを紹介するわけ、川上監督に。で川上監督が土佐まで行ってそのバンバを見るわけ。そうするとさ、でん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 で川上監督がね、おい八幡、ブレイト、ブレイって言ったっけな、まあそんなような言葉で、おい八幡、ブレイと侍は違うぞみたいな感じで呆れて言うわけよ。で、まあもうちょっと見てやってくださいみたいな感じで見てたらば、その敵相手が投げたピッチャーの球がバンバンの鼻先をかすめるわけ。でバンバン鼻血出すのよ。でそれ見た川上監督がさ、球上げるわけね。鼻先をボールが高級ですからね、高校野球だから。高級が鼻先かすめて鼻血出て全然痛がらないで、ずっとそうバッティングフォーム崩さないでずっとピッチャーの方見てるとね、目もつぶらずに、それってすごい度胸だっつうことでさ。でバンバンなんでそれ黙ってたかっつうと、おい当たってない当たってないってわけですよ。でもう一球投げさせてビビったピッチャーの力が抜けた球をホームランかなんかしちゃうんだよね。でそれを見てた川上監督がこれは本物だっていうんで、でジャイアンツに入れようとするわけよ、侍として。そしたらば、あのバンバがジャイアンツ一番嫌いな球団だみたいに言ってさ、最初は入団拒むわけで、まあ紆余曲折あって結局は入団するんですけどもね。一旦 CM 入ります。入団してで入って、あそうだ、その入団する理由っていうのはあるんだ。あのね、入団なんで入団したかっつうと、嫌いなジャイアンツに入団したかっつうと、バンバがいる土佐には森氏の炭治の伝説があるわけですよ。これ実際に本当にある伝説なのか分かんないけど、で、八幡がねやっぱり地元だから分かるわけ。バンバ貴様って言うわけよ。森氏の炭治のことかみたいな感じで怒るわけね。へへへってバンバがさ、不敵に笑うんですよ。森氏の炭治って どんなやつかっていうと、どんな人かっていうと、そのクジラに飲み込まれちゃうのね。やっぱ森氏ってそのクジラを森でこうついて、そういう仕事だと思うんで、昔あったね、まあ漁師みたいな、クジラ漁の漁師なんだろうね。でも森氏って言ってたみたいなんだけど、そのクジラに飲まれてしまうわけ、クジラを捕まえようとして。で飲まれたんだけど、炭治はクジラの体の中を突き破って、その森で、それで外に出てきてクジラを殺しちゃうっていう、そういう伝説なのよ。でバンバはよし、じゃあジャイアンツにそこまで言うなら入ってやると、入るんだけど、で入って中から食い潰してやるっていうつもりで入ったってわけで、八幡はその森氏の炭治の伝説知ってるから、貴様バンバーって言って怒るんだけどね。で最初はそういう気持ちで入ったんだけど、そうやって内部中で鍛えられてるうちに、だんだんとそのジャイアンツの懐の深さみたいのが分かってきて、でバンバはそうジャイアンツが好きになっちゃうんだよね。それでまあジャイアンツのために働くという、まあそっからは普通の野球漫画になっていって、で梶原さん原作だし魔球を使うようになるのよ。最初はそのバンバってのは背がちっちゃい割にものすごい剛速球投げるんだけど、なんかね、なんだっけな、まあ、最初は濃紺、ものすごい濃紺でそうコントロールをつけるのに苦労するんだけど、コントロールがついても何かね、あれなんだよね、やっぱ体が小さいから球が軽いとかなんて、あそういうあれだったっけな、とにかくね速球だけじゃ通じなくなっちゃうんだよね。それで魔球を考えるわけで、一番最初にハイジャンプ魔球ってのを作るのよ。ハイジャンプ魔球すごいよ。
ってハイジャンプ魔球はすごいよ。あ、これはあれだね、水島新司さんの引退の時にね作った動画でも話しましたけど、ハイジャンプ魔球はさ、何メートルぐらい飛んでる、あれ10メートル飛んでんでしょ多分。まあ最低5メートルとか飛んでんのよ。片足でさ弾みつけてさ、ね、片足を折り曲げて軸足を折り曲げてで伸ばして飛び上がってですよ、5メートル飛べるってすごくない？5メートルどこじゃないのは、多分あれ10メートルぐらい飛んでるように見えんだけど、まあいいや5メートルとしましょうや。それでもすごい、オリンピックでしょ絶対ね。だから野球なんかやってないで金メダル狙えってね、高飛びで金メダル取れるよっていうさ、そういう選手なんだけど、それが最初のハイジャンプ魔球で5メートルぐらいの上から投げると落差でこうね、打てない打ちづらいっていう、そういう魔球なんです、ハイジャンプ魔球。まあそこはまあいいとしましょうよ。次がさ大回転魔球なんですよ。大回転魔球ってどんなかっていうと、その名の通りさ、マウンドの上で大回転するんですよ。まるで洗濯機のあの脱水機みたいにぐるーんって、人間がですよ、脱水機並みにぐる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 回るんですよそれだけでさもう金取れるじゃないですかそれだけで金取れるって、スケートも何も履いてないんだから。あ、でもスパイクのあの金具の部分で回ってんかな、それ分かんないけどね。スケート選手とかだったら大回転魔球投げれるかな、あのスパイクのあの金具使ってできるかね。なんかそれ水曜日のダウンタウンあたりでやってみてほしいけど、あ、その大回転魔球はね、そんな感じでねぐる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 回って、その回転してるところからボールを投げるっていう、まあやっぱり打ちづらいみたいな感じなんですよ。まあだから魔球ってのはいつもね、巨人の星でもそうだけど、まあ、現実味はないわね。ただ漫画として見れば、まあ、まあまあまあ面白い。だから私もそこそこ大きくなってたから、まあ、小学校高学年ぐらいだからね、その魔球とかはそんな面白いと思わなかったんだけど、まあその全体の空気、バンババンのその明るい感じね、うん、底抜けの明るさ、星ヒューマと違って底抜けに明るいんですよバンバは。まあ、そういうところがね、まあ、見てて楽しかったんだね。そういう人結構多いと思います。あれだから野球漫画としての面白さっつうか、バンバのキャラクターの楽しさで見てた人結構多いんじゃないかなと思うんですよ。ね、野球漫画として考えたらね、結構破綻してるからね、そう大回転魔球にしてもハイジャンプ魔球にしてもね、ありえねえなって終わっちゃうからさ。ああ、で、梶原さんの野球漫画としてはライバルっていうのも必ず出てくるでしょ、その主人公のライバルっていうのも。ね、それがヤクルトスワローズの、あ、当時ヤクルトアトムズだっけ、スワローズだよね確かもうね、まあ、とにかくヤクルトの眉月光っていう、これがあの花形満タイプなのね、天才肌で顔もいいって。で中日ドラゴンズの大砲満作、これがサム豊作タイプの男で、やっぱずんぐりむっくりの体型で、まあ、パワーがありそうな、ね、その眉月と大砲っていうライバルが2大ライバルなんだけど、原作漫画ではもっといっぱい出てくるんだけどね、アニメではその2人がまあ2大ライバルで、で途中からね阪神タイガースにねウルフチーフっていう外国人が来るわけ。だアメリカの大リーグから来るのかな、ウルフチーフ。これがまあ狼酋長っていうことでさ、ウルフチーフってやつ来るんだけど、だインディアンの末裔かなんかなんだよね。でさ、彼がさどうやってバンバと戦うかっつうと、彼の必殺技はスライディングなんですよ。あの明らかに守備妨害なんだけど、梶原さんあんまり野球しんないからね、明らかに守備妨害なんだけど、あのスパイクの金具の部分でもろにさ、その守備の足を狙うのよ、ウルフチーフって。殺人スライディングっつうんだけどさそれはもうやっちゃいけないことなんだけど、それまあ漫画でやってるわけでさ、ウルフチーフさ、その殺人スライディングやるときに飛び蹴りみたいに飛び上がってさ、でうららキャッホーって言いながらあのスライディングするわけねあのやっぱり狼酋長だからね、うららキャッホーって言いながらやるわけよ。だそれはね、我々の間では流行った、あのうち私の周りでは流行った、私もやりました。あのね、友人相手にですね、いじめではやんないよ、友人相手にこううららキャッホーって言いながら飛び蹴りする真似したりさ、これはよくやったね我々の間でこれは流行りました、私の中でね、あの私の周りでウルフチーフのねウララキャッホーは流行りましたよ。だそういうところもあって、結構ね私の中ではね存在感ある漫画だね。まあ、そんなわけでね、まあ、ある意味私の中でこれ
巨人の星よりも楽しんではいましたね。漫画としては。漫画としては楽しんでいました。ね。まあ、後ほど実を言うと、やっぱり巨人の星、これより上には来るんだけど、ランキングとしてはね。ただ、まあ、楽しんでたっていうことでは、こっちの方が楽しんでたかなという漫画ですね。